三宮市にあるライスさんオーナーシェフ相場翔一郎です。今日はレモンとルッコラとエビのパスタをご紹介いたします。今回使用する食材は、広島レモンの新種のイエローベルですね。日本初の新しいレモンとして、新種登録されているものです。じゃあまずこのエビの、背中をこうねちょっと切り目を入れて、ちょっと開いていく感じで、ここは、開くことによってちょっとこう食べやすさと、あと味がより染み込みやすくなるという2つのがあるので、ちょっと切り込みを入れていきたいと思います。で、だいたい1人前で8個こんな感じですね。今日はですね、そのエビとレモン、これレモンの皮じゃなくてレモンの汁ですね、汁の方を使うんです。レモン汁を使うんですけど、で、セルバチコ、これルッコラですね。で、バターとでね、これが、セルバチコ、ルッコラって2種類あってですね、この普通のルッコラと、このセルバチコっていう2つ、まあ、ルッコラの中でも2種類あるんですけど、今回はこっちのセルバチコを使うんですけど、こっちは、ちょっとこっちの普通の、まあ、柔らかいルッコラに比べると味が濃くてちょっと辛口で、こっちはちょっとあの柔らかくてちょっと優しいソフトなマイルドな味が特徴ですね。辛みがちょっと強くてちょっと印象がちょっと強いということで、こちらのあのルッコラを使います。それでルッコラってまあ基本的にサラダに使うんですけど、バターと合わせることによってより、ルッコラのこうなんていうんでしょうね、香りが強く出ると。で、逆にトマトソースなんかに入れちゃうとちょっと割とトマトの、まあ、酸味というかトマトの、味というかねにちょっとこう曲げちゃうところもあるんですけど、なんで今回はちょっとバターとで、レモンと白ワインをちょっと入れてほんのり酸味もあるパスタを作ってみたいと思います。で、このレモン僕はちょっと何度か使わせていただいたんですけど、すごく普通のレモンに比べるととてもマイルドで酸味も柔らかいので、そのまま食べてもすごく食べやすいレモンだと思います。これ半分に切ってで絞って準備しておきます。種がないのが特徴ですね。それなので、まあ、絞った後もね、種を取り除く必要もないので、すごく使いやすいですね。では、いきたいと思います。まず、これちょっと1人前の分量なんですけど、ルッコラは、中に、ソースの中に入れちゃうものと、最後に上に飾るものと2つ、2通り使うんで、ちょっと多めにしてあります。バターですね。でちょっとエビにはちょっと塩だけしてもらって、ちょっと軽くこれを入れていきます。別にここは火は強くなくていいので、逆にバターが焦げちゃうんで中火か弱火で大丈夫です。でね、バターと一緒にエビに火が入るまで、でちょっとここでもうエビになんとなく火が入ってきたら、さっきのレモン汁ですね、でちょっとだけ香り出しで白ワイン、で軽くここでレモンと白ワインの酸味をちょっと飛ばすような感じで一煮立てするようなさせるようなイメージですね。ほんのちょっとだけお塩、さっきのこのルッコラの半分ぐらい入れて、ね、それでちょっと茹で汁の、まあ、これお塩が入ってるんで、ちょっとまあ塩味を加えるっていう意味でもちょっとだけここに入れます、ね、でもうこの何て言うんでしょうね、この余熱でルッコラはもうしんなりしてくるので、これで
一旦止めておいてください。と、まあ、ご存知の通りイタリアはね、イタリア料理はいろんなパスタの形があるんですけど、細いやつから太いやつからいろいろある中で、まあ、今日はこのリングイネというパスタを使うんですけど、まあ、特徴とするとちょっとこう、平たくこう潰れているようなパスタなんですけど、まあ、スパゲッティに比べるとよりこう味が引っかかりやすくて、まあ、こういったちょっとあっさりしたソースなんかにも、うまく絡むと、そういうところでもすごく万能なんで、今回はリングイネでやってみます。でもしなければ、どちらかというとパスタの、細いか太いかで言ったら太い方のが、食べ応えもあるんで、まあ、あと、まあ、個人的に太いパスタが好きというところもあるんですけど、リングイネがなければ太いパスタを使ってください。で、大体うちは、1人前 80g ぐらいなので、大体、まあ、このぐらいだと思います。茹で上がり12分って書いてあるんですけど、まあ、最低必ず1分前ぐらいっていうのが目安ですごくいいと思うんですけど、まあ、それも、コツとすると必ず、このパスタを茹でるお湯は沸騰しているところに入れてください。これ沸騰してないところに入れるとパスタがちょっとザラつくんで、出来上がった時に必ず沸騰しているところに入れるっていうのが絶対。それで、パスタに関して1分前、ただそのソースによってもちょっといろいろポイントがあるんですけど、まずトマトソースとかに関してはだいたい1分前でちょうどいいかもしれないです。で、魚介が特にポイントなんですけど、例えばボンゴレとか魚介の海の幸のパスタとか、ちょっとスープが多いやつなんかは、2分前ぐらいに揚げて、一緒にこうなんていうんでしょうね、そのスープをパスタに吸わせながら、そしてパスタの、小麦がちょっとこうとろけ落ちるんで、ちょっとこうとろみも出たりするんで、魚介のソースなんかはちょっと早めに揚げてあげるといいかもしれないですね。それで逆に今度は、クリームパスタなんかはもうジャストで12分だったら12分でもいいと思うんで、あんまりクリームパスタってそんなにこう麺を吸うところもないので、まあ、その順番で言うと、魚介のパスタが一番早め2分前、それでその後トマト系ですね、赤いトマトに関しては1分前で、クリーム系はジャストで揚げればいいような感じだと思います。今回は微妙なところで魚介とバターのソースなんで、クリームとも言えないんですけど、ちょっと、やっぱり魚介の、なんていうんですか、旨味を吸わせたいので、1分ちょっとぐらい前に揚げるとちょうどいいかもしれないですね。パスタのね、そのいわゆる、塩加減とされている、意外に皆さん薄いんですよね。それで、まあ、なんで薄いかというと、まあ、サラサラした塩で1% の塩を入れるってなかなかのもんなんで、なかなかないんですけど、僕らはこう業務用の、まあ、業務用というか、イタリアはこうサーレグロッソっていう、こうちょっとね粗いやつがあるんですよ。これでいくとね、割とこう一握りぐらいで 30g ぐらいになるんで入れやすいんですけど、でこれがだいたい5リットル鍋なんですけど、で5リットルに5リットル入れるとパンパンになっちゃうんで、ふけちゃうんで、だいたいまあ入れるのは3リットルぐらいだと思うんですけど、3リットルに対して 30g ってだいたいこんなもんなんですよね。でこのぐらいの塩を入れてあげると、もっとあるからさ、 30g ぐらい入れてあげるとちょうどいいぐらい、意外とね多く入れないと。で、やっぱパスタの方に塩をこの茹でるときにしっかり入れてあげて、ソースは香りだけっていうイメージで、で逆にソースの方に、香りだけじゃなくて塩味を入れていくと、パスタを食べたときにしょっぱさが先に来て、噛んでてもそっけないっていうことが起こっちゃうんで、こっちにしっかり味を入れて、香りから入ってって食べてるときに、味がするという状態で、パスタが組み上がっていくとすごく美味しいパスタになるんじゃないか。じゃあこれが茹で時間1分前ですね。でここもパスタのこのお湯ですね、をしっかりここで切ってあげる。でここで、このお湯を一緒にこのパスタに絡めて、この中入れちゃうとしょっぱさをこっちに運んじゃうんで、ここはしっかり切ってあげてください。でこうで、ここはね、もうこういう、パスタに関してはそんな焦らずチリチリやる必要もないんで、どちらかというとここは、まあ、中火ぐらいでパスタとこのソースを一緒に絡めていきます。
今中火なんで、今ゆっくりこう火が入ってるような感じなんで、ぐつぐつ言ってこないんでゆっくりで、ここはよく言うね、イタリアのパスタにおいて絶対的なこの乳化作業なんですけど、ここはもうひたすらこうかき混ぜると、そうするとちょっとこうね、ソースがなんとなくこうとろっとしてくるというか、でここね、ここも結構ポイントで、まあ割とこう必要以上にこうかき混ぜてあげることによって、パスタとソースがよく絡んで、食べた時にこのソースが口の中にしっかり入ってくるんで、麺だけが口に入ってくるっていうことじゃなくて、ソースと一緒に、食べると思います。このフライパンに残ってるソースもちょっとこう、まあね、このまあ、エビのうまみとね、フライパンに残っちゃうんで、ここもちょっと、ひと煮立てして。残った半分のルッコラをちょっとふわっと乗せてあげて、オリーブオイルかけて、はい、じゃあこちらで完成です。全体的にじゃあ、エビもどうですかね。どうだろうな。結構酸味飛んじゃってるかもしれないけどな。まあ、とは言っても香りは。うん。どうですか。レモンの香りが良くて、なんかマイルドなバターとまたすごい相性がバッチリです。通常のレモンに比べてちょっとやっぱりマイルド。はい、マイルドですね。香りは変わらず、はい、香りもちゃんと残っていて、うん、まあでもね、調理としてはね、使い勝手はいいよね、やっぱり、ね、はい、種も入ってないんでね、はい、そういう意味でもね、すごいとっても爽やかで美味しいです。よかったです。はい、味は大丈夫、ちょうど、はい、ちょうど、うんうん、